こんにちは、見てください、景色が違います。もうズバリ言ってしまいます。今回はですね、旧吉野川に来てます。まあ来てますというよりかいたんですけどね。それはですね、2日前に、まあ、JB トップ50旧吉野川戦が行われて、まあそれの残りで今回ちょっとイージーゴーイングでチャレンジしようかなと思って来てます。で、まあ結果から言うと、まあ、僕は23位だったんですが、まあ、今の旧吉野川が今回すごくね、試合がローウェイトだったんですよ。もちろん取る方はドンと取ってくるんですが、なぜそういうふうにローウェイトになってしまったかというと、まあ、旧吉は本来すごい夏ね、この時期はポテンシャルがすごい高くて盛り上がるんですが、何せね、今年すごい旧吉野川にウィードが全くなくて、バスの付き場がないんです。でもう一つは、そのウィードがないことによって餌もね、そこにつけないので、連れてるバスはね、長さはあるんですが非常に痩せてるバスが多いと。で、付き場がないので、こうビク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 してこう泳ぎ回ってる状態で、それを取るにはどういうところなのかっていうと、もう岸側のカバーであったり橋の橋脚とかブレイク、そういうところでこうタイミングよく当てていくような釣り方になってしまったっていうので、まあローウェイトに出てしまったと。で、それ今回それらを踏まえて、ナーバスであり、すごく非常にこうプレッシャーのかかっているバスたちをどうやって取っていくかっていうような、もう今日はロケにしたいというか取材にしたいなと思ってますので、ぜひご覧になってもらいたいと。本当はね、こう旧吉野川の朝一、この時期な、ね、8月の終わり、まあ、秋に向かっていくものだったら、巻物でガン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 こうね、いる魚、アクティブなやつらを取っていきたいんですけどね。もちろん JB の試合のプレッシャーっていうのもあるんですが、魚自体全体的にちょっと怯えているというか、餌が取れていない状態で元気がないんですよね。なのでこういうようなものから入れて様子を見ようと。流れもね、これから今どんどん水位が50、30、40センチ上がるのかな。で、上がってからまた、上がりきってからすぐに下がり始めます。そのタイミングが11時ぐらいからなんで、その辺が大きいのを取るチャンスかなと。2日前より水温が2度下がってますね。多分ゲリラ豪雨っていうのかな、何度か来てるんで、その影響もあるから、吉野川から水をね入れてるんで、そっちが冷たい水と濁りがあるんでしょうね。夜中にね、もう目いっぱい下がっちゃったんで、今上がってく状態だから、あんまりギリギリスーパーシャローにはね、魚が刺してないと思うんですよ。まだ上がってく段階だから、そこまでガン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 上がれる元気はないんで、そのちょっと下のね、駆け上がりの下ぐらいというかね、にいてくれると思うんだけど。
早いか。まだカバーじゃないですか。パラダイスのはずだ、こっちはワンサがいるはずだ、バスが。流れが当たってないな。まだ水位が上がっていく状態なんで、うっすら見えるカバーが一番ちょうどいいんですけどね。いやーなんだよ君じゃないな。よい、はい、相当ひねくれてますよ。ちびし、ちびですよ。トン、うっしょ、あ、このエリアは小さいでもプレッシャーがないエリアってすごいですね。はい、かわいいです。これは今今年まあ発売されると思うんですけど、スパークショットのプロトです。これは今6フィートっていう設定で作ってて、この時代だとすごく珍しいレングスだと思うんですけど、僕がやりたかったのはやっぱり3グラム以下のもう本当の小さいルアーたちをベイトタックルでこうテンポよく物を打っていきたいっていう考えがあって、この竿を作らせてもらったんですけど、そのためにはどうしてもこう手返しの良さっていうことを考えて、6フィートっていう長さが自分の中ではね、おかっぱりでもやるしボートでもやるときに、その時どうしてもピッチングするのにね、ガンネルであったり下の地べたね、地面であったりにこうティップをぶつけてしまって、どうしても姿勢が長いロッドをティップ当てないためにこう逃げてしまうんですよね。サイドに振ったり縦をこうね腕を上げてしまったり、そのね姿勢をしてしまうと、どうしてもこう軽いウェイトなものなので、コントロールのアキュラシーが一気にバランスがずれてしまうんですよ。それをこう解消するために手首できちっと投げれて、なおかつ姿勢を悪くしないでフリップできるようなことを考えると、6フィートっていう長さがまあね、日本の方の身長平均考えると、まあ、170センチ前後ぐらいのことを考えると、6フィートが僕は使いやすいと思ったんで6フィートにしたと。でもどうしてもこう短い部分、近年のバスロッドって長くしてバットを強くして引っ張り出す、ロッドのストロークで引っ張り出すっていうことが主流なんですけどね、その時に6フィートだと弱く感じてしまうっていうように皆さんイメージしてしまうと思うんですよ。でもこのスパークショットはヘラクレスシリーズの中でもこの4軸を普段ならトップ第1ガイドまでしか入れてないの
第2ガイド、もうここまでロッドの半分以上四軸のね、あのブランクスを入れてるんですね。なので棒みたいに硬いです。なんでパワーはそこで補うと。でもう一つ特徴的なのが、軽いウエイトをね、テンポよくピッチングよくストレスなくフリップするにはどうしても先を曲げなくてはいけない。でその時にチューブラーっていうね、普通のロッド、中空のこういうロッドでも構わなかったんですけど、ま、軽いルアーを曲げた時に戻る反発力が非常に強いんですよ。チューブラーっていうのはピンって跳ねてしまうから、いくら高性能のねベイトフィネスリールができてても、その回転についていかなくて、初期回転が急にこうグワンピュッて回ってしまうとバックラッシュの原因になってしまうので、軽いルアーを投げるためにはどうしてもティップがマイルドに曲がってくれるソリッドティップを採用したんです。これはきちんと曲がってくれて、フリップする瞬間ルアーがねプレゼンテーションしてスピードに乗るときにこうピンとはいかないでヒュッとこうでマイルドにロッドが弾性が戻ってくれるというねことを考えてソリッドにしました。これ食い込みがいいからとか、そのね、当たりが取りやすいからっていうためではなくて、あくまでも投げるため、軽いウェイトのルアーを投げるためにソリッドティップを採用したということです。こんなとこ五条場いなきゃいけないんだけどな。入ると思うんだけどな。潜られてる。あ、出た。よし、こい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 、やっぱりいた。おー、まあまあちょっとはサイズアップした。トト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 でね、なんか取れてないんだよね。リフォーズのリットテールアクションでした。フィネス化というイメージがあって、そのためにはラインがやっぱ細くしたいんですよね。まあ、スピニングにはスピニングの良さがあって4ポンドとか3ポンドっていうラインを使って本当のもう究極なフィネスの釣りができるんですけど、ベイトフィネスっていうものはスピニングでは入れられないようなところにフィネスを入れたいっていう考えがあるので、投げれればいいんですよ。だから糸はどうしてもね、そんなにぶっとくはしないですけど、極端に細くしなくてもいいんですけれども、僕は6ポンドから、まあ太くてギリギリ10ポンド、6から10グラスのラインを使ってカバーの中にルアーを入れて魚を取って引き出すというねことをする考えると、どうしてもねロッドはやっぱり曲がってしまうんですね。この曲がりの時にブランクスとラインが干渉してしまって、やっぱり6ポンドラインとか使ってる時にやっぱやり取りしてるとね、擦れて切れてしまうっていう恐れがあるために、今回は僕初めてなんですけどスパイラルガイドというのも採用しました。これはもうね、すべてこうブランクスにラインが当たらないため、ライトラインででかい魚をカバーから引っ張り出したいっていうために、干渉させないようにスパイラルにしました。でスパイラルをね、こう皆さんイメージ的にはスパイラルにするとなんか抵抗があって飛びづらいんだじゃないかっていうイメージもあると思うんですけど、僕も最初はねなんとなくそう思ってたんですね、使ったことがなかったんで。でもそれを採用するという形になって、一生懸命こう自分なりに感覚を試してみたら、それほどそんなにこう抵抗がかかって飛距離に影響が出るっていうものではなかったと。でなお特にねこうロングキャストをするような釣りでもない、軽いものをねロングキャストをするルアー釣り方ではない、こう軽いものを
近距離でピッチングするっていうロットなので、そこまであんまりこだわる飛距離にね、こう恐れるようなシステムではないので、安心して使ってもらいたいと。いやー、かわいいなー。よっよっ、ちょっと太ってきましたね。はい、では絶対いけない、2人だから。いや、渋いのかなー。よし、食った、よし、食った、出てこい。うお、久々な、痩せてるよ。でもひっぱり出せました。おおおお、おい、あー、痩せてんね、ほら。餌取れてないんだよね。ガリックソン。奥の奥に来ましたね、ホールで食いました。四方 1.8。このロットなんですが、まあ、ファンの方たちは大変こうイライラと、長くお待たせしてしまったロットがいよいよ完成、もう間もなく発売される、このファランクスという名前のロットです。これは、まあ、僕が基本的に、ね、おかっぱりが非常に大好きで、おかっぱりでライトリグをどうにかしたいっていうためにこう開発させてもらったロットなんですけれども、まあ、その前に僕がね、おかっぱりをするために作ったフォーチュンブルーというタクティクスのロットがあるんですね、 70L。 それ、まあ、それはフィネスルアー、
ライトリグ全般を扱えるように、そんでなおかつこの遠くに投げてしまったルアーをスタックさせない、根掛かりをなか、ね、しづらいようなね、そのテーパーを作って、そのおかっぱりっていうのはやっぱりリズムが非常に大事で、せっかくねリグったものを投げて根掛かって一投二投で根掛かってしまって、もう残念ですけどロストしてしまったのっていう、そういうのでリズムを非常に狂わしたくなく、あのフォーチュンブルーっていうのはもう完全に根掛かり回避能力をこう重点的に作っ、ね、したロットなんです。でも今回このヘラクレスのファランクスっていうのはフォーチュンブルーの根掛かり回避能力、なおかつその今度フィネス全般なんですけれども、それをテクニカルに扱うために作りたいと思ったロットなんですね。まあ、今までフォーチュンブルーで全て補ってたリグを、あれはちょっとね完全にこう根掛かりを外すためにティップをすごく硬くしちゃってたんですよ、ね、外すために。でも今回のこのヘラクレスのファランクスの場合はティップをだいぶ入れるようにしました。もう今まで使ってたリグたちをこうきちんとこう操作をするためにね。でそれじゃあ根掛かりが多くなるんじゃないかっていうね、こう疑問が出てくると思うんですけど、それはこのヘラクレスのやはりね、この四軸っていうね、この非常にキンキンとしたね硬いバットパワーを持つことによって、根掛かりがねビビッとこうきちんと外せるようなものがね手に入れることができたんで、あえてティップを柔らかくしてテクニカルなロッドっていうのを作れるようになったんですよ。レングス的にはねもうフォーチュンブルーの 70L と全く一緒で、これはファランクスの 70L です。だけどフォーチュンブルーよりティップが入って、フォーチュンブルーで扱ってたリグたちをテクニカルに遠くに飛ばしたねリグをきちんとその一点でシェイクしたりとかね、アクションを加えて取っていこうというロットなんです。でこれはねだったらおかっぱりだけなのって思うんですけど、僕実はあのボートでももう結構な頻度でメインにしてるロットなんですけど、まあ例えばこういうようなショーハーブロックとかロングキャストをしなければ食べないブッシュ、そういう時にはやっぱり長いロットっていうのはね重宝するんですね。何が重宝するかというと、やっぱりかけた魚、当たってフッキングできた魚をこうポンピングで持ってくると、どうしてもやっぱりラグが起きてしまってバレやすかったり巻かれてしまうっていうことがあるんですね。それをこういうような長いロットで、例えば当たった時にもうグーッとこのストロークだけでもストラクチャーから引っ張り出せるっていうために、ボートでもカバー用にはこのファランクスを使うようにはしてますけどね。まあこれは本当にすごくスピニングって非常にねリールの特性上誰でも簡単に飛ばせるんですけれども、実はこのライトリグを操作するとかロングキャストをする、根掛かりを回避する、根掛かりを外す、これをね全てこう補おうとすると非常に時間がかかってしまう難しいロットなんですね。それがやっぱりこうヘラクレスがデビューしてからすぐに開発にね着手したんですけれども、2年ぐらいの月日が経ってしまったっていうのはちょっと皆さんにねこうイライラさせてしまった部分があるかもしれないんですけど、ようやく完成をしましたので、ぜひねスピニングファンの方でおかっぱりファンの方たちはねこの1本持って、まあフォーチュンブルー持ってる方たちもね、こうフォーチュンブルーをもう少しこうシビアなテクニカルなロットとしてこう2本立て、これができてしまったからフォーチュンブルーがいらないのかって言ったら絶対それはないですね。フォーチュンブルーはあくまでもガンガン攻めるような釣りであって、ファランクスっていうのはそのガンガン攻めるようなところに入れたところで1点でこうテクニカルにねアクションを加えるっていうようなロットなので、それの使い分けをぜひしてもらいたいと思います。お待たせしました。よし、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 よし。
じゃないかな。ないか。重いよ。さあどうだ。さあどうだ。よし、まあ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 。クイ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 クこのタイミングにしたらこれ頑張った魚だよこれ。いや、ビビットくんでした。はい、お疲れ様でした。いやー渋かったですね。まあ僕にとって旧吉っていうのは第二の故郷ぐらい大好きなところで、まあその中でも本当一二を争うぐらいのちょっと渋さでね、まあ季節的にすごいいいのと、あとトーナメントをやった後だから状況が把握できてるっていう感じで、自分の中では今日はいけるんじゃないかななんていうのもちょっと敗因というかね、大きいのが出なかったちょっと敗因なのかなとは思うんですけど、魚的にはちょっとね、僕的にはまあちょっとじゃなくてだいぶ不満なんですが、まあちゃんとそれなりにね、2本のニューロッドで魚をかけて釣り方を皆さんに見てもらえたのかなと思います。まあ次回はもう気楽に楽しく、そうかな、まあそのフィールドごとでね、魚の季節的に出せていけるようなのをお見せできるように頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。お疲れ様でした。